チャオ、あっちゃんです。今日はね、今日は、5月の11日火曜日、あっちゃんちの晩ご飯作っていきましょう。今日ちょっとね、豚さんをね、炒めていくねんけどね、昨日ね、20でやったけど、あれに近いようなもん、まあ、野菜と豚さんを炒めていこうかなと思ってるんだけど、まあ、キャベツをね、キャベツを炒めていきます。こんなのやったかな。この中身で、ちょっとハーブからで、この柔らかいやっこいところを このサラダにね、おひっくり引いときます。で、硬いところ、硬いところをちょっと分けてね、あんまり硬いの食べへんから、あっちゃんこれ好きなんでね、こんな感じ。で、硬いところね、はいはい、平っこいところを。野菜をね、焼き野菜で、ざっくり切っときましょう。大きな今あっちゃんも食べましょう。硬いとこ好きなんでね。これまたね、サラダの方が、サラダの方が食べやすいかもわからんしね。人参、人参をね、ちょっと大きめに切ろう。ごぼうがね、焼きごぼうが結構美味しかったです。これもマイブームなんでね。
このごぼうにちょっと先っちょを取って、ちょっとね、歯ごたえ残すので大きめに切っていきます。ごぼうさんをね、歯ごたえ大きめに切っておきます。大根もね、まあ、こんなぐらい、ちょっと上切りぐらいにしときましょう。そしたで、キュウリをね、意外とね、体にこう、なんか栄養分がない、ないって言われとってんけど、そうでもないみたいな、結構、体に優しいね。ここにマヨ、松田のマヨと塩、こんな感じにね、まあ、そこで野菜はこんなもんでいかない。あともしかしたら気分でニラ入れるかも。ヤマトポークね、ブロックヤマトポークの222と170、300、400ぐらい。ヤマトポークはね、ヤマトポークをブロック。ヤマトポークのブロックがまた美味しいのよ。このバラね、この前あの、ヒカのリクエストでカツにしたやつね、ペーパー持ったんやけど、1枚で。こんなにドリップ出ない。ドリップ出へん。油がすごい。この油がめちゃくちゃ出るのに、ぽってりしてないというね。でこれをね、まあ、これぐらい、あんまり薄くしすぎても食べ応えないし、バツイと熱入りにくいしね。これぐらいで、これぐらいでやっつけていきます。これぐらいね。ヤマトポークでチャーシューとか作ったら美味しいやろな。昨日と一緒やね、これね。ね、感じ的に豚か牛かの違いでね、昨日とね、ほぼほぼメニューは一緒やねんけどね。あ、また忘れた。ニンニクや。これにね、ニンニクを。結構ね、量はニンニク多い方がいいとったから、ニンニクを入れていきましょうか。ニンニクね、今のニンニクどうもね、乾燥が弱い。
多分ね、後ろ薄皮ついとってもいけると思うねん、これ。これちょっと硬いかな。でもこっち乾燥してないかな。ちょっと目がね、さっきまでそうでもなかったけど、夕方から目がすっごい見えなくなってきてね。なんなんやろね。多分ケムやと思うけどね、今日ケム巻いとったみたいでね、朝からね。ケムがひどいとね、皮膚に炎症とかできんのね。だから何を巻いてるんやろね、あれね。あれだけはほんまに解明できへんからね。よっぽどのね、そのサンプリング回収機みたいな飛行機がないとね、そこまで回収してさ、それを突き止めたところで何円の毒にもならんから誰もせえへんやろうけどさ、正義の人たちはしてほしいよね、そういうのね。なんならみんな気づくやろ。やっぱりね、陰謀や陰謀や言いながらも、陰謀論じゃなくね、陰謀やってこんなことしてるよって言っても、それをね証明せへんかって、やっぱみんなね気づかへん。ないもの証明できへん。はい、ニンニクにね油をちょっと入れて、豚から油出るからめちゃくちゃ油が出るんだよな。これちょっと油にね入れて、このあたりね、使用性の野菜ちょっとね油を入れながら、でさっきのね話の途中やねんけど、ないものをもともとあるって証明できてないものをないって証明できへんでしょ。ないねんから、もともとねないもんはないねんから仕方ない。でもそれをないっていう証明できへんからって言って認めへん人がいっぱいおるんだ。不思議な話やけど、ものすごいね。ここにお肉を、この世の中っていうのはあるっていう証明とかないっていう証明じゃないの。メディアが切り出せたら何でも信じる。でもあるっていう証明なかったも信じるのに、メディアが言ってないものは信じない。それがこの世の中のね不思議なところやね。ちょっと塩か、豚に置いてちょっと塩めにします。野菜には君の塩をパラパラして、
キーズが見えてない人たちって一体どこにキーズがあるのって、見つけて見やすいから全然たどり着かへん。だからメディアと違うのを自分で調べようとあかんって怖いよって言ってるんだけど、なかなか自分で調べようとする人がおらへん。で言ったら、それはあくまでも一つの仮説として言っても信用しようとしない、メディアのことしか信用せずに怖いから、怖い怖い言うのに、じゃあ怖かったら自分でその真実を見ようとしてへんのかいから、メディアが言ってるから、じゃあメディアが嘘をついてたらそれは信じるんだけど、メディアは嘘をつかないっていうパーッとそうやって騙されていくんだねって。で、あのご先祖さんたちがね、そうやってメディアに騙されて若い命を捨てちゃったんだね、戦争ということで。だから戦争を二度と起こしたらあかんという教訓が成り立ってないの。今のままでは戦争にも引かれるでって。で、無邪気に言うたら、ケミカルトレール、ケミトレールまかれてるっていうのが、もし真実やったとしたら、完全にもう戦争やもんね、はっきり言って。ね。で、ね、変なウイルス巻いたりとか、ね、その、言ったら人を殺そうとしたりとか。農薬とか化学薬品で食べ物から人を病気にしたら殺そう、それ戦争やもんね、ドンパチは戦争じゃない、人をね、集団的に人を殺そうとするのは戦争やもんね。だからもう今これ戦争自体だよっていうのを信じるんだよね、もう戦争自体に突入してんだよって。今の戦争は情報戦争なんだよって言っても誰もね、信じる人も誰も聞いてないよね、信じる人は別にないんだよ。どうやって権力の中に騙されていくんだなって、メディアの嘘に騙されて自分は騙されてようが関係ないメディアを信じるよって言うんだけど、やっぱりちょっとでも長生きしたいでしょ、自分の子供に長生きしてほしい、自分の子供が病気で苦しんだことじゃないでしょ、だったら真実を見ないとね。だからあったのは、今一説に言ってるのは、憲法改正、憲法改正ってほんまに戦争に持ち込めるからね、するかしないかと言ってる。たかがね、たかが内閣総理大臣一人の権限でね、国民の命を投げ出す命令を出せるって、そんなね、独裁的な本質を作ってしまったらあかんと思う、今後未来の命でね、なかなか憲法が簡単に改正できるもんじゃないよからね。だから今のこんな、特に今一番ダメ内閣や、何言うとんか分からんじじいや、あんな内閣の時にさ、言うてみたら、さっきのキリスト、外国人から結果を打ってさ、日本人から人類を取ってさ、そんな奴らの言いなりになるような、ね、人の時が、結果を取ってしまったらあかんと思うよ。まあ、それにね、まあ、いろんなね、尖閣側とか、あと品川言うてね、対中国、対韓国とか言うとるから、目の前にある大事なものが見えてないのね。みんな洗脳されすぎです。そこじゃないんだよね、こうやってね。あ、あれされたかったね、あれされるの忘れた。なんだ。どうかな。これへ。時間忘れは一番ですね。よし、完成や。ここにね、
ここにね、トマトジュースをちょっと入れます。こんなもん。で、火にかけます。これはね、ムロのトマトジュースね。トマト絞り。で、ここに塩。を入れて、で、バジル、バジル、これを煮詰めていきます。ここに平飼い卵を入れてね、混ぜます。卵をね、ずーっと軽く混ぜて、ああ、失敗した。完成です。あ、チーズ入れなさいか。よいしょ、チーズ入れなさいだから。チーズ入れなさいだからね、ここにね。ミルクちょっと入れます。んでね、でとろけるチーズ。チーズを溶かします。
じゃあここにかけましょう。なんとかリカバリーできた。はい、ピザマルゲリータ卵焼き完成。はい、これトマトジュースね。今日飲んでないからトマトジュースを飲んできます。よいしょ。ここにぬか漬け、ナスビ食べたいの。あとね、タケノコ食べたいな。多分、うん。キノコ食べたいな。ぬか洗わんと切ってもらった前は。キュウリも食べたいな。キュウリ、キュウリ、キュウリさんはないの。キュウリさんはないの。あった。うわ、古いなこれ。ブルゲリカン、朝日の食べたいけど。ね、でも2回使ってる方やけど、でね、気温が上がってくるとね、なかなか疲れが悪いんで、ちゃんとね、キュウリはしっかりつけておきましょう。この辺もだいぶ使ってるからね、ちょっと乾かしてるけど、ここは使ってる方がいい。うん、おいしい。ぬかがめちゃくちゃおいしい。うん、皮美味しいわ。これで、Thank you.
よいしょ。もうね、今ちょうど3日目。3日目の、らっきょうさん。らっきょうさん、2つぐらいでいく。まだ味入ってないと思うね。こっちはもうね、ほぼほぼいけてると思うね。生姜生漬け。今日さ、もう一回こうか。では食べましょう。